今日もフリーダモーズチャンネルです。さあ皆さんどうお過ごしでしょうか。2022年もですね、8月の終わりで、ね、もう秋ですね。暑いなと思ったらもう秋です。ほんとね、日が経つのは早いなと思いますね、ほんとね。はい、さあね、皆さんこのフリーダモーズチャンネルで、去年の年末かな、2022年はフリーダモーズ攻めますと、ね、やっとね皆さんにちょっと報告ができるということで、はい、こちらの、動画を撮らせていただいております。はい、ね、新しいことね、今年攻めるという、今年の攻めるというのはですね、フリーダモーズ2店舗目作ります。いやーね、やっとかっていう話なんですけれども、まあちょっとね、実際のねフリーダモーズの2店舗目というかですね、ちょっとねまた、フリーダモーズのね次の新しいジムができるという形とはちょっとね、ニュアンスが違うんですけれどもね、まああのまたね次のジムを作るのは、間違いないので、そのねもっと詳細の方は完全ねオープンする日がね決まったら、きっちりね、またこのフリーダモーズチャンネルで、お伝えしたいと思いますね。はい、近いうちに完全なねオープン日、9月中には、ね、オープンしたいと思います。そのねきっちりとした日にちが決まったら、そちらの方をまたオープンにね、このフリーダモーズチャンネルでお伝えしたいと思います。まずはね、その新しいジム、ね、場所ね、場所もね、今度正確なのはお伝えしますけれども、ね、こちら場所はわらびですね、うちは地域密着なんでわらびで、はい、次のジムも出させていただきます。ただね、コンセプトが全然ね、今までと違うので、まあ、同じわらびでやっていけるっていう感じのねコンセプトになってますので、そちらどういうコンセプトなのかっていうのはね、おいおいお伝えしたいと思いますね。どのようにね、ジムができていったのかっていうのをね、少しね、動画で作りましたので見てください。なんとかね下地がこう出来上がったっていう感じなんですけれども、いやーほんとね、あそこに行くまでもねいろいろ大変でした。ほんとにね、お金なんかはね、今回のねコロナでね、国の方からちょっとお借りしたお金をね使ってなんとかやったっていう感じなんですけれども、そこがねなかなかほんとに途中でね、ちょっと年末のコロナね、年末にやっと場所借りたんですけど、コロナで倒れてちょっと動けなくなったりね、あとね、新しい事業なんでね、ちょっとね、再構築補助金をね、ちょっとかまそうかと思ってね、
それを頑張ってやったんですけどね、それも見事落ちてしまってですね、いやーこれはどうすんだっていう感じでね、それでスタートとかもねいろいろ遅れてしまい、もちろんねコロナの関係でね物価が上がってしまったりね、物がないなぁなんかなでね、いやーほんと大変でした。でなんとかね、あそこまでこぎつけたっていう感じなんですけれども、まあとりあえずね本当皆さんのおかげで、さあそしてですね、下地ができたら今度はねちょっとあれだけじゃね殺風景でちょっと、うん、寂しいということで、あそこにねちょっとかっこいい絵をね描きたいな、描いてもらいたいなということで、まあね自分がねこのワルビンでね絵をお願いするといえば、じゃあこのねボズ T シャツの後ろの絵も描いていただいております。初代ホリレンさんですね、知る人ぞ知るね我々のね有名アーティストなんですけども、ホリレンさんに書いていただこうということでね、はい、なんとかお願いしてね、本当に忙しいんですけども書いていただきましたね。ホリレンさんは本当ね、有名なね、女性のホリさんなんですけども、もう日本だとね、まあ、ちょっとホリ氏のイメージ悪かったりするんですけども、海外ね、そういう本当ね日本の和彫りは大人気で、ホリレンさんのね、タトゥーなんかは本当世界で認められていろんな賞をね、ホリレンさん取ったりするので、はい、本当に、ね、まあもう芸術性というか絵のね素晴らしさは本当ね自分も、素人の自分でもね本当すげえなと思う、実力なんでもうホリレンさんしかないと思う。やっていただきました。そのねホリレンさんがどのように描いたかっていうのもね、こちら動画で撮ってあるので、ね、はい、ぜひ見てみてください。自分が魂を込めさせていただきます。おっす、
ーどうです皆さん、めちゃめちゃかっこいいでしょ。こんなね、かっこいいね、すごいね、ジムはね、俺見たことないね。我ながらね、このジムはね、世界一ね、かっこいいジムだと思ってます。はい、ぜひね、みんなに使ってもらいたいなと思ってるんですけれども、このね、ジムの名前ね、まだね、伝えてなかったんで、このジムの新しいね、ジムの名前は、シェアリングオズです。シェアリングオズという形で、新しいジムの方オープンしますね。その名の通りね、シェアリングって形でね、みんなに使っていただけるようなジムなんですけれどもね、これちょっとね、普通のジムとまたちょっと違うので、どのような感じで使えるかっていうのね、近々のね、それは動画の方でアップしますので、ぜひね、いろんな目的でこうね、もちろん格闘も、でもいいし、イベントの外でもいいし、写真とかも、でもいいと思います。ぜひね、これね、9月中には必ずオープンしますんで、皆さん楽しみにしててください。